はい、どうもはじめまして、こんばんは。ブレブレゲームスへようこそ。4月の21日に発売したデッドアイランド2をずっとプレイしていたんですが、とりあえずストーリーをクリアしましたので、本日の動画ではプレイした感想と良かった点、いまいちだった点を紹介していきたいと思います。ブレブレゲームスではゲームの紹介、攻略動画を上げています。高評価、動画へのコメントもお待ちしております。では早速本編いってみましょう。本作は一人称視点のメレーアクションで、初代デッドアイランドから12年ぶりとなる新作ゲームです。人々を凶暴なゾンビに変えてしまう細菌が蔓延した世界で、プレイヤーは様々な武器を見つけ出したり作成したりして戦い、生き残ることを目指します。最初の PV からかなりの年月をかけて登場したゲームです。2023年4月の21日が発売で、3日間で100万本を突破し、総プレイ時間は1100万時間を突破したようです。3日間で1人当たり10時間ちょっとプレイしているということでしょうか。残念ながら PV でも分かります通り、ゴア表現が強く、国内のコンシューマー版は発売がされませんでしたが、海外版でね、日本語対応しているゲームとなっています。 PC 版は Epic Games Store で購入可能です。一番注目すべきなのはド派手なゾンビアクションです。ゴア表現がすごいこともあって、ゾンビを倒した時の爽快感は前作よりもかなり増えていますね。ボスは一定の強さがあり、難易度も高いですが、道中の雑魚ゾンビは倒していてストレス発散になるような楽しさがありました。めちゃくちゃね、倒していて楽しかったですね。フレンドとの協力が今作一番の魅力ではないでしょうか。ストーリー中でもフレンドと一緒にゾンビをボコボコにすることが可能です。特にボス戦や集団戦は一人では厳しい場面も多かったので、2人以上で進めると楽に進行できました。最大3人でプレイすることが可能ですので、友達やゲーム仲間とプレイしてみるのも良いのではないでしょうか。今作では様々な武器が使用可能です。重火器、ハンドガンやスナイパー、アサルトライフル、近接武器ではバットや日本刀、ハンマーなどたくさんの種類があります。またそれぞれ属性をつけたり強化することも可能なので、プレイヤーがそれぞれ好みのカスタマイズを楽しむことができます。まあ、正直な話、ライフルとかね、アサルトライフルがめちゃくちゃ強かったりするんですけど、近接武器もね、めちゃくちゃ強いので、何を選ぶかはプレイヤー次第というところがめちゃくちゃ楽しさをかきたててくれました。皆さんは好きな武器や強かった武器ありますでしょうか。よかったらコメントで教えてください。いまいちだった点、まずはストーリーですね。ゾンビものでストーリーを気にしているのはバイオハザードぐらいかと思いますが、今作はマジで微妙です。本筋は主人公がゾンビの細菌に抗体があって、抗体のある人で世界を救うみたいな感じかと思いきや、そうでもなかったりと、ちょっと分かりづらさと、まあアメリカンジョークが絡んでいるので、ちょっと分かりづらいかなと思いました。また面白くもワクワクもしないことが目立ったかなと思います。もっと分かりやすく、黒幕がゾンビパンデミックの裏にいて、それを主人公たちで打開していくみたいなストーリーで良いのに、変な方向に行ってるのと、え、これで終わり?というような内容でした。まあ、皆さんはね、どう思いましたか。ぜひね、プレイしてみて感想を教えてください。今作は前作とは違い、スキルツリーではなくスキルカードが採用されています。レベルやストーリー進捗でカードが追加され、能力を得られるものですね。個人的には段階的に強くなっていくツリー式の方がゾンビを倒すだけのゲームなので良いと思いました。なぜわざわざスキルの入れ替え制にしたのか謎です。ちょっと使いにくいですし、能力も良いと思えるものがなかったように思います。ツリー式でゾンビを倒したらスタミナが回復する、ヘッドショットを決めたら体力が回復するなどみたいなものを用意してくれればめちゃくちゃ良かったかなと思いました。正直カード式はね、ちょっとあまり採用しないでほしいですね。世間的な評価は PS5 でメタルスコアが74で、ユーザースコアが 7.5 になっています。比較的ゾンビものとしては最上位の評価ですね。最近だとバイオハザード RE4 が評価がめちゃくちゃやばかったです。まあ最高のゲームだと思います。一部評価は抜粋します。良かった点、やみつきになるゲームプレイ、戦闘は残忍でチビドロ、ロサンゼルス中の素晴らしいロケーション。あー、なるほど、ロケーションは確かにめちゃくちゃ綺麗でしたね。まあさすが最近のゲームといった感じでした。スキルカードが面白い、これはねちょっと自分と逆の意見ですが、まあ自分はスキルカードが嫌いです。ゾンビの声優が良かったとも書いてありますね、一部の人ですが。で、短所、ストーリーはつまらないが、ストーリーのために誰が、これを作っているが、これはちょっとひどすぎるけど、まあそういう評価のようです。スレイヤーの声の演技が悪い、なるほど。一部の武器はかなり力不足です。あと剣、剣とかは確かに弱かったね。あとバットとハンマーが最強ですなど書いてありますね。皆さんのデッドアイランド2の感想もコメントでお待ちしております。今回の動画は以上です。
この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ブルブルゲームスでした。